台風10号は現在、九州地方をゆっくりとした速さで北東に進んでいて、明後日日曜には熱帯低気圧に変わり、東海地方に接近するとみられています。東海地方は台風の接近前から大気が不安定な状態が続いていて、降り始めからの雨の量は三重県大台町宮川で561.5ミリ、愛知県新城市の富澤で501.5ミリなどとなっています。 また現在愛知県県と三重ののご覧の地域で大雨警報が出ていあす明日正午までの24時間に降る雨の量は多いところで三重県で300ミリ、愛知県と岐阜県で200ミリとなっていて気象台は土砂災害や低い土地への浸水などに警戒を呼びかけています。